こんにちは、ポコです。見てください、このしっかりした苗。ジョイフルローズ、お値段なんと安い。こんな大きな苗がワンコイン程度で買えるなんて信じられません。根っこも生えています。先ほどこの苗が届いて眠気が吹っ飛びました。ぜひ皆さんにご紹介したくて動画を撮っています。この苗はエケベリアいちかさんから購入しました。売り切れが出ているかもしれませんが、まだまだ可愛い苗がたくさん残っています。もういちかさん以外では買いたくないほどです。大きさの比較にプロポットを持ってきました。6センチのプロポットでは小さすぎます。他にも苗がありますのでご紹介します。スターマーク、これもほぼワンコイン。プリップリです。根っこは生えています。みずみずしい果実のような多肉ちゃん。ピンクエレガンス、これまた大きい。すごい葉数です。花芽の茎がいっぱいですが、根っこはまだのようです。これも2号では無理ですね。3号くらいかな。そしてお値段は続いてワイルドホース、なんと400円台です。綺麗じゃないですか。これがこのお値段なら買うしかないでしょう。白い細い根が出ています。お気づきかもしれませんが、私は大きい苗が好きです。理由は簡単、丈夫だからです。小さい苗より断然体力があります。マケベニア錦、実は夏にダメにしてしまいリベンジ買いです。
葉が短くて肉厚です。根っこはまだですが、今度こそ長く育てたいです。新しい苗は秋に買うのがおすすめです。こちらのお値段は レッドロータス。これはやや小さめな苗ですが、2号では少し小さすぎるかな。これも根っこはまだですね。形がいびつなので葉差しを取ってもいいのですが、フラワーブルーム、出たー。私はお粉が大好きです。このお粉感がたまらん。2号ではみっちみちですね。根っこはまだかな。いや、これは根なのか。なんか薄い白いものが出ています。かわいい。アボカドクリーム、これは新入荷ではなくて少し前に入荷していたものです。欲しいなと思ったけど、一つだけ購入するのは送料がもったいないので我慢していました。おお、根っこがシャキーン。間に合ってよかったです。本当にアボカドみたいですね。これは2号サイズ、いっぱい増やしたい。なんて素晴らしい苗、いちかさんありがとうございます。おまけも2つついていました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひエケベリアいちかさんのサイトを覗いてみてくださいね。チャンネル登録お願いします。ココタニク。